皆さんこんにちは。環境市民のエコマチライフの時間です。はい、えー。本来ならば今週は先週の放送に引き続きまして。 三山、えー、の、ま、情報をお届けしようということで、えー、予定をしていたんですけれども、ま、あの津波、それから地震という、ね、東北、関東地方に大きな災害がもたらされそしてまた、えー、福島原発の大きな事故があったということで今週は内容を変えて環境市民のエコマチライフをお届けしてまいりますす今日のの担当はは私下村静子子と久保一塚、はいい奥津豊でで、えー、このメンバーでお届けしています。 このあと、ね、このラジオカフェで環境市民では先週1週間、緊急特番という形でいろいろな専門家の方に登場していただきお話を伺ってきましたそしてまた、環境市民としての緊急のといいますか皆さん、こういうふうな行動を取りましょうというような注意の呼びかけもしてまいりましたそういった内容をですねもう一度まとめて整理してお伝えしていきたいと思っています。はい 環境市民のエコマチライフ毎週月曜日午後1時から放送中です、えー、さて環境市民では、まあ、この東北関東のお地震災害それから福島原発の事故を受けてですね、うん、まずあの一番にできるだけその正確な情報を、えー、コミュニティ FM から届けていくということが私たち環境団体のまあ できる最大限のことではないかというふうに即座に決めましてでこのラジオカフェさんに協力を求めたところやりましょうということで快諾していただいたので放送をすぐにするということをスタートしたんですけれどもまず地震なんかが起きた時にですねそれか福島原発の事故が起きた時に テレビラジオそれから新聞大きなまあマスメディアと言われているところでの情報というのがあまりにも曖昧であったとその曖昧な部分はなぜかというと、えー、まず政府の発表自体が。 ご手ご手になっていた何かまあ対処をしなければならないんだけれども、えー、え何かが起きてから悪くなってからまた対処療法的なあの、えー、ことをしていたということもありましたし、まあ、あの原子力の保安院自体の発表も、えー、中身がです、ね、あまりよく分からないようなものだったと、うん、そういう中でやっぱり私たちはあの最悪の事態も想定して、うん、今後私たちはどういうふうな行動をとっていかなければならないのかということをまず伝えないと、うん。 とあっという間に時間だけが過ぎ去っていってその間に何もできなかったからということで悪い事態に進んではいけないということでまあ原子炉のことは手は触れないですけれども私たちできる行動のことについて主に発信をしていったというような経緯もあります。お二人も中身についいいいいててては聞たいいただいてたんですよね まあ、あの以前にもねこのラジオにゲストに出ていただいた先生のお話ということで、まあ、多少ちょっと予備知識がありましたけれども、はい、今回のことでも本当に考えもしなかったようなことが日本で起きてしまったということで一応ちょっと勉強したことはあるけれども、はい、でも調べれば調べるほど分からない。 ことが多いなっていうのが実感ですね、うん、で、マスメディアで言われていることえ、それはちょっとおかしいんじゃないのって、うん、違うでしょうっていうようなこともあるんですけれども、うんはい、何をどこまで伝えていけばいいのかっていうことがやっぱり難しいですよね私もあの原子力保安院っていうところの説明なんかね、うん、マスメディアの方の聞いてたりしてても あの難しいんですよね一般市民にとっては、はい、で本当にあの危険っていうかそういうものをあの自分ではこう察知できないっていうかそこを理解できないっていうそういう思いがすごくしました。はい まずあの三月の十四日月先週のね月曜日にあの京都大学の原子炉実験所の小出先生と聖カ大学の細川先生お二人に登場していただいて私たちはその何が起きているのかというのをまず知りたいということで話をしてもらいました。そうしたところ小出先生はそれまでまあテレビや政府が発表しているないるような希望的観測ではなくて今起きていること、えー、それから このまま進むと悪い事態になるとこういうふうなことが想定できるんだということ真実を伝えてくださいましたそこでこれは本当に大変なこととして捉えてみんなであの。 自分で守れることは自分で守っていかないといけないんだというふうに実感しましたでその後細川先生からのお話を聞いて特にあのこれから起きうる可能性ですね、まあ、放射の物質がどのようにして飛ぶのかという話も含めてですねでそれからまああのレントゲンと比較してもうその 数値的には大丈夫だというような報道がなされていた中あの先生ははっきりと、えー、それは全く次元の違うものなので同じようにして比べるものではないというふうにおっしゃいましたもっとあの危機意識をきちんと、えー、持って対応するべきだというようなことをご指摘くださいましたので私たちも全くその通りだと ということで、まあ、あの環境市民では良心的な科学者やあるいは専門的な知識情報のある環境 NGO といろいろ情報共有を図りながら必要と思われる情報をその後も発信していきました。 で15日も同じく小出先生細川先生のお話を伺いまして16日今度はあのドイツの状況でどんなふうに伝えられているのかとかあるいはその日本ともし対応が違うとしたならばどういうところなんだろうという疑問をです、ね、環境ジャーナリストでドイツのフライブルク在住の村上敦さんにお話を伺いました。そうしたとところ村上さんは日本の報道と、まあ あの大きく違うところはドイツの場合はあの今、奥津さんがおっしゃったみたいに専門家の話であったとしてもそれをまた専門性を持ったジャーナリストがきちんと受け止めて第一次情報を理解した上で分かりやすく今度はえ変えてえ国民に発信するとそういうような仕組みになっているという話だったんですねそれって大必要ですよね。 本当に一般の人はミクロシ,シーベルトとか何か言われても本当に分かれないですもんね、うん、どういう危険が迫ってるかとかどういう対処をしたらいいかっていうのは。 やっぱりそういうふうにちょっと翻訳してくださるとすごく分かりやすくなりますよね。そうですよね、はい、でそのまずあの一番、えー、重要だなと思ったところはあの今起きている事実を正確に把握した上で、うん、えで、ーまあ、最悪の事態も予測した上できちんと伝える。で日本の場合はあの一気にですねなんかこんなことまで言ってしまうとパニックになるんじゃないかとか、うん、パニックにならないためにといういらぬ気遣い、うん で、えー、ここまでの放送にしておこうとかここまでの情報にしておこうみたいな小出しになってしまっていたそれ自体がやっぱり違うんだというふうに確信しましたやはりあの正確に最初からこうなるかもしれないという予測も含めてですね、えー、伝えられることにより早め早めに行動が取れるいきなりあのわっと悪いことが出てきた時ほどあるいは今まで信じていたその 伝えられていたことがですね、うん、信用できないんじゃないかと不安に思った時こそパニックが起きるんじゃないいかとうですので、まあ、私たちは、えー、引き続きですね起こっている事象から、えー、できるだけ、えー、注視して、えー、最新の注意を払っていこうという姿勢を変えませんでした。うんはい、であのー その後ですね環境エネルギー政策研究所の飯田さんにも話を17日に聞いたんですけれどもその時に今現在も行われていますけれども使用済み核燃料が入っているプールを冷やすことでないとそのむき出しになっていて余計に熱を発しているんだとだからまずそこを冷やさないといけないんだという話を聞いたんですけれども実はそれは えその本体原子炉本体の部分を冷やす,の冷やす前にまずその出ている放射線を低くするために先にやらないといけないことでそれを抑えないと。 2> 2号号とととか1号炉のに近,づかと近づけないということですよね、うん、だからそこをまず第一段階としてクリアしてそれから本体のところなんだっていってまだその前段階で右往左往しているという話でした17日のえ段階でですねでそれであそういうことだったのかと思いながらまあニュースなんかの報道を見つつしていたんですけれどもようやくですねなんとか近づけるようになったということでその電源も確保できたというんですがでもその電源をつないで で見たらうまくケーキが動いたりとかポンプが作動したりとかっていうようなところにはまだ行き着くまでにはしばらくかかるとだからそうなってくると今度原子炉からまだどん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 その放射性放射物質が出ているという現状であるということを今私たち現在としては踏まえておかなければならないということなんだということもわかりました。なんかちょっとあの温度が下がったって100度になってないというようなことで一安心。 と思いきやですよね実はまだまだ危機は続いていいてるととうことなんですよねそうですよねで、まあ、そうなってくると心配なのが、まあ、放射能物質のことなんですね。うん、でそこでまあ18日には永井隆記念国際被爆者医療センターセンター長の山下先生にご登場いただいて山下先生実はあの出演依頼をした17日の夜の時点ではですねまだあの長崎の方におられたんですけれども。 急遽、えー、福島の方に呼ばれたということで、えー、放送をする時にはもう福島の現場近くからの,、うん、あの電話でのご出演ということになりましたでやはりあの山下先生も、えー、被爆というもの自体の、えー、理解の仕方それからまあ報道のされ方、うんえー、で間違っているところがあるのでその辺り気をつけないといけないという話をしてくださいました。うんうんはい 内部被曝と外部被曝をきちんと区別しなくちゃいけないということですよね。そうですね。ちょっとこれ専門的になってしまうんです。けれども、外部被曝というのは、あくまでも体の表面から受ける被曝のことですね。だからまああのばしゃっとなんか？ あの写真を撮られるときみたいに受けるようなのは外部被曝ですよね。で、内部被曝というのは体内に取り込まれてしまったものによって被爆をするということですね。で、それはやっぱり分けて考えないといけないという話でした。で、あの今日。 また引き続きといいますか今週もですねできるだけ皆さんにさまざまな正確な情報を伝えていきたいということでラジオカフェにまたご協力いただきまして。 この後16時午後4時からまた内部被曝についての専門家でいらっしゃる琉球大学名誉教授の矢ヶ崎先生に登場していただきましてその内部被曝どう私たちその考えていったらいいのかという話をしてもらおうということになっていますでそのまあ情報ですね4時から放送しますよというのをいろいろ伝えましたところあのすごく反響いただきまして今も、えー 情報をいただいていたところです。はい。はい とということであっという間のお別れの時間になりましたがあの環境市民では今、タスキプロジェクトというのをやっています、はいえー、と被災した方々にです、ね、必要なものをお届けしようということで、えー、皆さんご自分の持っていらっしゃる服とか新品の下着や靴下、えー、袋とかですね爪切り、まあ、日用品なんでも必要だろうと思われるものをカバンに詰めてメッセージも添えて送りましょう。 環境市民に直接持ってきていただいても結構ですし送っていただいても結構です神戸の阪神淡路大震災希望の光の人たちが持って行ってくれますはいよろしくお願いします